ウィス、こんにちは、メルです。今回は、ハドラーをちょっとメインで、サブなんですけど、使ってみようかなと思います。はい、ということで、どうしようかな、ここ。ちょっと遅延に変えてきていいですか。はい、ということで、まずはソフィーには、ひざめしつまる2階層で打ちます。で、ジルレガートにはボンタ君で離脱をします。十字消しで、ちょっとジルレガートも2番目のメインとして使っていこうかなと思います。まだね、使ってなかったので、動画では。ということで、リーダースキルが強めで、あと十字消しでしっかり火力も出せて、7コン10コンあって、で、闇のコンボ強化とかもあるし、っていうところで、雲耐性は 200% です。で、ハドラーの方にはリーチ武器で、こいつは、この闇のカーバンクルで打とうということで、ダメージ吸収対策、あと指もね、ちょっと欲しかったんでちょうどいいかなと思います。で、エネルギーガンテは、初手だけダメージ無効を使いまして、残りは目覚めで使っていきます。ベリアルは、これに変えました。回復をしっかりプラスしております。で、チャコルアシストですね。で、バランの方には、遅延、こんなにいらないですけどね。ラジャーです。HP とか、その辺の洗剤をつけるぐらいしかないかな。キラーいらないんですよね。大体乾燥するので、副属性も乾燥目指すんなら、悪魔タイプなら神キラーとかつけた方がいいかな。このダンジョンなら。初手バインド食らいます。しょうがないです。で、ここを遅延受けてもいいんですけど、ちょっとせっかくならということで、今回はここでチャコルを打っていこうかなと思います。はい、じゃあここでチャコルで遅延をかけといて、リーダーチェンジしまして、で、一旦待ちます。で、そしたらバランが上がるので、バランを変身の、闇のカーバンクルターゲットして、ちょっと抜いていきましょうかね。これで一旦抜いて、で、次光あたりを抜きたいんですが、ちょっと次欠損するのもあれなので、一旦だけ闇を呼ぶターンにします。はい、とりあえず沈めます。ちょっとネルギガンテを打ち忘れていたことに今気づいたので、ちょっと先打ちますね。これ早く目覚めとして使いたいので、一旦これで打ってちょっと耐えます。次のターンも遅延かけるので、ネルギガンテの目覚めループスタートも早いかなとは思うんですけど、ちょっと本当はもっと初手で打つ予定だったんですけどね、忘れてました。これでとりあえず1階層は突破します。で、2階層ですね、操作時間と回復力減来るので、ここはひさめしずまるの武器で両方取り戻していきましょう。はい、じゃあ遅延打って、適度に耐久しながら倒していきます。はい、ということでネルギガンテが溜まるところまで行きまして、半分残り、この水のゴーレムが残ってる状態です。ワンパンで突破できることはほぼ間違いないので、一旦溜めまして、で、ここでネルギガンテを打って突破していこうかなと思います。もうちょっと闇の分割にすればよかったね。倒せると思います。21億 OK。 ハドラーもね、21億ぐらい出てると思います。なんなら超えてると思います。で、何吸収が来ても基本大丈夫なんですが、水吸収全然余裕だと思います。で、消せない命。で、さすがにね、次の攻撃3体受けてから闇のあいつが出るとまずいので、さっさと打っときましょう。で、回復もしっかりしながら削っていきます。オーバーオーバー。はい、とりあえず1回削る。はい、じゃあこれで突破かなと思います。 OK で、次はちょっともう耐久コースになっちゃうので、ここはしょうがないかなと、闇複数組みながら耐久していこうと思います。初手ハドラー打っても全然良き、回復もないし、ハドラー打ちましょうか。ジル打てばよかった。そうだった、俺何してんだ、マジか。耐久しきったところでごめんなさい。僕はミスをしていたというか、把握不足でした。ジルレガート消せないドロップ状態解除がございました。つまりこの前の回想でジル打てばよかったんですよ。バカやってたわ、マジで本当にバカやりました。これはやらかしたな。くそ、エアプかよ。やらかしちゃいましたね。いいよ、負けなければどちらにしろセーフなんで、皆さんはジルレガートのスキルね、消せない状態解除もできるっていうことを覚えましょう。いや、これじゃあスキルめっちゃ強いな。1体残ったしな、ほんで。マジか。やるな、ジルレガート。さすが2500円。トランプ台の8割を持っていく男。素晴らしい。格が違うぜ。OK。さあ次、攻撃力ダウン。まあここはソフィー使って取り戻すんですが、まあ10ターン耐久してもええんやけど、もうめんどくさいし、寝る気が打って、まあソフィーちゃん、いいよね、ここで打っちゃっても。いいと思います。指何秒あるんかな、体感10秒ジャストぐらいありそうな気がする。そこまでめちゃめちゃ短いなとも思わないけど、ちょっと物足りない感もある。指が、やっぱね、体感合ってるわ。さすがだわ。長年の勘がそう言ってた。操作時間は10秒だって。もうこれで突破しちゃうんじゃないかな。おう、落ちコンが、おう、綺麗に残ったね。突破しませんでした。わお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 、これはね、ハドラ42億出ますよ、そりゃ。はい、42億。素晴らしい。ジルレガーとも乾燥してるしね。オッケー、10階層を。じゃあ、ここは、そうか、温存してもしょうがないな。これ、どうせフラジーローラー打っちゃうと。あ、支援いただきました。じゃあ、ホノリンから沈めていきましょう。で、ここ消せない状態来るので、今回は学びます。ジルレガーと打ちます。しかも、非変換だし。多分ね、普通に、ハドラーがね、これだけでも、ほら42億出てるんですよね。めちゃめちゃ強ないで、これね全滅させちゃまずいんよね次全滅させたらまずいんよね。おこおこ言うてね困るんで、あんまりちょっと本気殴りは勘弁していただきたい。倒すんならホノリンだけとかにしていただけるとありがたいんですけど、ちょっとやりすぎたね、それは。ありがとう。よかった。黄色残ってくれてありがとう。黄色残ってくれたね。素晴らしい。闇2セットあるけど、一応、バラン打ちますね。まあ、3ターンあるんであれだったかもしれんけど。ちょっと妥協。まあ、落ち込んでどうせ振ってくるんやけど。打ってくるね。これでね、多分光はさよならなんよ。はい、ログアウトしました。じゃあ次、ここでしっかり倒していきましょう。さあ、これで倒していけるかなと思います。OK。で、リーダー天理はしてるんだ。バラ打っちゃったなー。って思ってね。寝る。しかもロックだよね。うわ、やってるわ、こいつ。じゃあ、ロック解除からのネルギガンテ。いや、本当はバラン残しとった方がよかった。ここは。ごめんなさい、ミス。まあ盤面次第なとこあるよな、削り具合とか。さあここ耐久できるのか、私は計算しておりません。ギリギリ生きるか、結構余裕できるのか。うん、まあやな。ダメージ無効の敵が気工場というダンジョンは次の階層しかほぼね来ないので、まあもちろん龍雲祭とか一応向こう張ってきたりはするんですけど、まあこのダンジョンはほぼないので、まあ、次の階層さえ乗り切れればいいので、次ね一応バランのスキルでねワンパンいけるんじゃないかなって思ってるんで、若干削りながら。はい、ということで、なんかちびちび削って10ターンぐらいでようやく半分まで来ました。まあこの辺からもう持っていっちゃおうかなって思います。もうさすがにいけるので、ネルギガンテはいいね。じゃあ、もうこれで、無効貫通、全員刺すので、全然いけると思います。はい、十分でしょう。まあ、これでね、まず、バランは、副属性もカンストして、こっちのハドラーもカンスト、ジルレガートもカンスト。はい、余裕でございました。多分ね、フルからでもワンチャンいけるんじゃないかなって思う。まあちょっと削ってからの方が安心かな。はい、ヨミちゃんももういけると思います。はい、普通に暗闇もね、解除しながらなんだったらいってやろうかなって思いますね。十字2個とか組める組めるんですか、アメユリさん。十字2個ですよ。十字苦手なアメユリさんが、まさか十字2個なんて組めるんですか。組めちゃうんですね。はい、これで暗い目覚めも完全に解除しながら、まあ、ジルレガートもカンストしながら、バランもハドラーもカンストしながら、余裕のワンパンでございます。素晴らしい。さあ、ネクスト。次もね、なるほど。覚醒無効さんですか。ここは76なので受けて、チャゴルで回復して、とりあえず、初手全力パンチやってみましょう。ちょっと怖いけど。だいぶ削っちゃう疑惑あるんですよね、これも。まあでも闇2セットで収まれば、寝る気なんて打ってないし、そんなにかなとは思うんですが、2セットで止まりましたね。これだったら大丈夫でしょ。まあ全然全然。封印は1、2、3、4、5、5ないのか。うわ、80% か、怖っ。危ない。待って、80% なんですよね。80% なんですよね。危ないねー。危ないよー。これいけるなー。でもバラン打つほどではないのかな。11回そう。ジルでもいい気がしなくもないんだけど、どうする？一応、ジルレガーと打ちましょう。これスキル4ターンとかよね。ああ、全然軽くってっていいよね。こうね。こう。まあ、ちょっと繋がったりはしてますけど、問題なく突破できると思います。カンストもしっかりして、OK、42億。素晴らしい。OK、突破。さあ、あんまりめんどくさい敵は出てきてほしくないでござる。11階層。余裕です。42億出せば勝ちのゲームですね。じゃあ、もうちょい闇の量欲しかったな、これ。ちょっと、つながる。しょうがない。じゃあ、ネルギガンテさん、ね、仕事をしてほしいね、ここは。で、ここ42億しっかり出していけるのが、そうなんです。ハドラー選手強い。まあ、軽く殴っとけば、まあ、42億ぐらい出て OK ナイス。闇の2セットがないよ。次闇の2セットがないよ。それはまずいんじゃないかな。普通にまずいんじゃないかな。まあ覚醒無効は解除するが、これね打ったとしてもハドラー活躍しろ。おお、ありがとう。素晴らしい。オッケー、一旦これで、暗闇目覚めがめんどくさい。あんまり本気出すと怖いな、これ。暗闇だけ解除していきたいっす。水の十字も組みたいっす。先輩、水の十字もオイラ組みたいっす。頑張ったっす。オイラ。中いっぱい入った。これカンストして、危ない。あんまりやめてね。覚醒無効は勘弁してよ。これはルーレットか。オッケーからの落ち込んなし。オッケー、問題なし。もうこんなもんで、まあ、10コンボできて闇めっちゃ複数決めとけばとりあえず問題ないと思う。ちょっと落ち込んなしギミックが厄介やな。ラファエルとかだったら普通にワンパンで抜けるんちゃうか。で、遅延も残ってるんで全然問題ないんですけど、属性吸収とか来ても。オッケー、これは水闇か。じゃあ、若干耐えつつの、そのうち突破できます。ちょっと挑戦していい？ハドラー複属性チャレンジ。どう？ハドラーが、でも全然出ねえわ。全然出ねえや。この次のターンで遅延かけなきゃいけないはず。何してくるんだっけ、ここで。待って、思ったより早かった。ここでかけなきゃいけなかったの？じゃあもう副属性で抜くしかねえ。やば、マジか。クソ、気候上久しぶりすぎてミスってたぜ。思ったより早かった。ちょっとバランの副属性にかけることになるかなと思います。21億出せればさすがにいけるもんな。まあ、ここじゃいけないかもしれんけど。ちょっと頼むわ。マジ頼むって。バラン副属性21億でよ。21億で全部持っていけよ。21億、そんだけしか出んのんかい。はい、ということで、いろいろ時間を置いたんですけども、立ち回りが結構安定して、ここまでも来ましたということで、さっきさ、俺、ゴレフェイスで死んだとき、もしかして HP50% 以上でハトラーのスキル溜まってた？だったらごめん、マジで。本当にごめん。溜まってなかったら負けしょうがなかったんだけど、とりあえずここまではね、結構安定します。ちなみにラファエルあって、あいつ締めといたんで。で、無効貫通打ちます。あ、でもこれ、あ、火消せない状態だったっけ？一発目からぶん殴ってもいいんですけど、消せない状態解除ちょっとまだ溜まってないのでどうかなっていう。じゃあこれでね、どれぐらい入るかよ。この無効貫通スキルやっぱ強いよ。ここで全火力ぶっ破していけるからね。いや強いね、いいっすよ。これは回復力操作時間半減、まあこれ最低限だな。まあ柔軟を組むことかでしょう。まあまあ入るでしょう。うん、色ないけどな。頼みますよ。欠損はやめてね。オッケー、ちょうどよく溜まったね。つか攻撃力ダウンまずいんじゃないですか。まあソフィーが溜まればいいか。これが消せない状態解除なんですよね。めっちゃ強い。そっか、ソフィーの攻撃力ダウン来るの忘れたわ。溜めとけばよかった。さっさと打っとけばよかったな。まあ攻撃力半減食らっても多分ね、火力はね、うん、すごい出る。欠損しなければ何でもいいです。オッケーオッケーオッケー。ソフィーがあと2か。こいつでも10ターンで確か本気出してくるよね。落ち込んなしないんよな。オッケー、21億。あー惜しい。これで多分いけるんじゃないか。どう？よいしょ。オッケーということで、ボス戦ソフィーが溜まったんで、盤面すごいけど回復がないね。回復ないんですけどね。これ先制攻撃はあったっけ？うわ、あるし。待って待って、積んだくない？これ大丈夫？これ大丈夫？これ積んでない？攻撃なんかしたら来ない気がするんよね。なんか条件が分かんないけど、何かしたら来なかった気がするんですよね。一応全体落ちこんなしが響いてるって。回復欠損するなよ。ここで左は倒せるやん。これで攻撃来なかったらいいんよ。復活だけ、復活だけ、復活オンリー、復活オンリー。よーし、助かった。いや回復欠損は本当にダメそして攻撃力ダウンは絶対無理なんやけど。あーでもいい火力入るね。左沈めのオッケー。なんでそっち行った？火力はすごい。火力は十分出てるよ。すごいね、攻撃力半減でこんだけ出るのはすごいと。これで多分左の剣はもう復活しないんじゃね。攻撃ダウンオッケー。いやこっからがね、貯めたいよね、貯めたいよね、いろいろと。倒せないか。あいつが永遠に倒せん。これで1回ようやく、もう1回来るよね。もう1回来るんよね多分。何も来ない。何も来ないのはなぜ？表面消えるんかーい。 OK かな。ちょっとワンパンだと火力足りないかもしんないな。もうちょっと闇ドロップがあればいけたかもだけど、でもハトラー15億。あーちょっと足りないな。欠損しそうだな、これ。まあ、たまるけど。あーいいね。これだったらどう？闇3セット。21を超えて、オッケーいけました。で全ロックよね。もういっぱいロックかかってるから。ネルギガンってどうしよう。貯めれるっちゃ貯めれるんだけどネルギガンっては打ちます。目覚めはかけていきましょう。これでまあ一応ハドラ溜まってるんで、オッケーオッケーオッケー。いいね、盤面いいですね。操作時間は一応返します。さあいっぱい組んじゃったけど大丈夫？次ぐらいでもう盾張ってもいいかもしれんですね。うん。一旦ここは一旦様子見。様子見。多分ね6ターンコードがそろそろ来るんすよ。うわー、次6ターンコードだ。絶対次6ターンコードなんだけど、まあ打ちます。確実に次で半分切るので、多分次ほぼ100で6ターンコードなんで、一旦これで半分切りますよね。半分切ります。 OK でこれ来るよね。 OKOKOK で次のターンであれだよね。一旦これで削る。でここで発狂来る。で耐える。あ、暗闇で解除する。暗闇解除していきたいよね。ちょっと無理なパズルはしないんですけど、少しずつでも解除できればいいかな。オッケー、これでよし。最後はね、しっかりバランのスキルを打っていきたいね。ちょっと数が少ないので、ここでハドラ打ちましょう。変わらないですね。むしろ減ったまである。これで多分十字消しが完成されたのではなかろうか。こんなもんで、あ、十字消しがいっぱい大きくなってる。大きくなっちゃってる。よいしょ。もう一発いけるかな。これでどう？よいしょ。 OK、 次でとどめでしょ。ここで何が来ても大丈夫。 OK、 バラン打って、でネルギガンテも場合によっては打ちますけど、わからないのでソフィーでとどめ普通に刺しましょう。ちょっと色マジで見えんな。さあ、あとはこの辺の色が分かりませんので、まあ大丈夫でしょう。わあ、縦一列全部闇。よーし、これでしっかりとどめで、お疲れ様でした。はい、ということで、いやなんかね、どれが強いっていっぱい強かったわ。ジルレガートもスキル強かったし、火力も出たし、で誰だったっけ、君は。真ん中のやつはバランじゃなくてハドラーかな。ハドラーもちゃんと42を下して活躍したし、でバランもめちゃめちゃ耐久力あって無効貫通スキル強かったということで、この3人がね今回 MVP ですって言っても、ネルギガンテ、あれー、なんか動画が止まりました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。